えー、こんにちは。そっかじくのくまです。今日はちょっとねあの思うことがありまして一旦動画に変えさせていただこうかと思うんですよね。あの、フェイスブックでも短い記事で書いたんですけども「日本人はねあの学校教育に洗脳されている」って言葉を聞いたことがあるんじゃないかなと思いますしもしかしたら言ったことがあるかもしれません。どう思います日本人ってて学校教育に洗脳されいると思いますね 私はね、学校教育のせいにしなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。というのがそこまで熱心に学校で勉強しましした熱心に学校で勉強して全ての科目でね100点近い90点95点100点取った方はこれは洗脳済みですよ。でもね60点70点もっと言ったら40点50点ぐらいの点数でずっと来たってことはほぼ洗脳されてないですよね。 私の場合は赤点ギリギリでずっと大学まで行きましたんでまあ学校教育の2割か3割ぐらいしか頭に入ってないんでほぼ洗脳されてない状態だと言えます。<laughs> こういうふうに考えてみるとね学校教育でそういうほど洗脳されてますみたいな感じなんですよね。どうですかねでねあの記事を上げたらコメント二2件お答えくださったんですけども1つはね 学生時代にもっっとと勉強ししてていいけばよかったと後悔しています価値観では洗脳されたかなと、うん。だから洗脳されたっていう自覚があるってことは洗脳されてないんじゃないかなっていう気もしますしもっと勉強していけばよかったと言いますけども別に今からでも勉強できるんですよね。学生時代の勉強昨日やっても一昨日やってもよかったんですけどもこれはどうしたんでしょうかってことになるんですよね。まあ、つまりは 学生時代に勉強しなかったからもう手遅れだからしなくてもいいんだというふうな自己正当化に移るわけですよ別によくないですかメルカリで中学小学校高校の教科書買ってきて勉強すればいい話じゃないですか今の理解力だったら当時とは違ってぐんぐん進むんじゃないかなと思うんですよなんで勉強しないんですかね学生時代しとけばよかったって人生の中で学生時代なんて一番短いですから 学生時代じゃない時間の方が長いわけですからその長い時間を使って若かった頃のね学生時代の勉強っていうのはもうちゃんちゃら簡単だと思うんですよ。いや本当にね今から小学校の教科書だったら1週間ぐらいで終わると思いません、まあ、そんな気がするんですけどねどうでしょうかねでもう一件なんですけどもコメント「日本の学校が正しいというシステムに対してではないですか学んだことではなく」どううなんでしょうね、うん、あの 私は日本の学校の教育しか受けてませんけども正確に言うと学校の教育受けてないんですよ。お授業にはほとんど出てないですからね。ざまんめろって感じですよ。だから一生懸命洗脳しようと思って学校教育を緻密に組んでもそもそも授業に出てない俺には通用しないぜって感じなんですよね。<laughs> はいということでオチがつきました <laughs>、うん。学校教育に洗脳されたという方はよほど学校で優秀な成績を取られたんだというふうに思います。 えー、皮肉じゃないんですけどね現実そうだと思ってますんで洗脳されたという人がもしいればね相当成績優秀だったんだろうなと思うんですよ。うん、学校教育が頭に入っていないってことは洗脳されてないですよねってことなんでうん成績が優秀でなかった方は洗脳されてないんで大丈夫です,ですじゃあいってらっしゃい。